こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。横浜市南区の皆様に仏壇処分のご説明をいたします。当店で供養処分でお預かりしました仏壇や仏具などは、お寺の住職様にお願いしまして、このような形で供養祭を執り行いご供養しております。このお坊さんの収支のご指定はできません。ただ宗派を超えて真心を込めて丁寧にご供養を執り行わせていただいております。また、神棚や神具など、こちらに関しては、神社の神主様にお願いしまして、再興祭を執り行っております。このように供養祭や再興祭を執り行いご供養が終わりますと、お預かりした、全ての品物は礼拝物から廃棄物となります。廃棄物対象の、廃棄物法、廃棄物処理法、こちらの対象となりますので、法律にのっとり適切に処理をしております。ありがとうございます。